皆さんこんにちは今回は平安時代ということになります奈良が終わって平安時代ただ奈良時代というのは70年80年しかないんですが平安時代は400年ありますから結構長いですねまあそれの今日は1回目というところを見ていくことにします早速ラインナップ見ていきましょうまずはこの平安時代です関武天皇嵯峨天皇 この辺りから始まる間に一人天皇いますけどねそしてこの「官武嵯峨」で実はかなり勉強量がありますし逆にこの「官武嵯峨」を抑えてしまったらあとはもうあんまり言っていうぐらいここ大事なところなんです特にね似た単語が出てきますからそれの区別も意識してくださいまずは都をね長岡京平安京と移す中でこれ「両家の官と言います新しく作る役職「景湯とかねあるいは「警備士」とかね「征夷大将軍坂のような田村呂 なんていう新しい役職がさらに東北地方を戦って攻めていく中で伊沢城という城を築いたりこの佐賀天皇の下ではまた藤原氏が大きな力を藤原の冬継ぐ力を握りね黒戸所という役所なんかの長官になりますさらにクスコの変なんていうところを経て力を大きくした上でこれ公認客式というのを作っていくとこんな時代実際に中身これから見ていくことになります はい、それでは、桓武天皇見ていきましょう。桓武も結構ありますけれどもね、桓武天皇の前半という風うな感じになっていきます。まずいきましょう。この桓武天皇が都を移す。七百八十四年ですね。ナンパしようぜ。長岡京、ね、その長岡京を遷とする。もう、理由としては、前の都・平城京ならでお寺がいっぱいあって、お坊さんとかが政治に口出すのがもう勘弁してくれ、というのもある。そこで、新しく都を変える、そして。 その新しい都にはお寺とかを作らないようにしてねお坊さんとかの勢力が政治に口出しづらいようにそんなことをやってきますそんな中でこの増急死この長岡橋を作るる責任者が殺されるなんて事件も起きます前の時代のところでちょっと出てきていた藤原の種継ぐこれが殺されるなんていう事件があったりしながらコンデイのせいこれこのあとにもちょっと続くんですけど軍団制を廃止。 律令制度だんだんちょっときつくなってくるんだよね維持していくことがそんな中で軍団ってなんだっけ軍団ってなんだっけこれみんなの知ってるなんとか軍団とかとは違うと思うこの律令制度のところで出てきたいわゆる義務として兵役として軍団これをコンデのせいに変えます。多くのの人が強制的に10日間国で警備をををすするる兵役これをコンデと言ってて軍事のして 要はねもう税金というか負担が多くてみんなきつくなってきたそれを強制的にねやらせるとやっぱりあんまりやる気なしみたいな警備してもねこうだりーなーみたいなこれじゃあどうかなということで軍事といったら地元のまあ一番偉い人国士は都から来るけど地元の人のトップは軍事ですからその子供たちまあ金持ちの子弟たちにもう給料付きでちょっと気合入れて頑張ってくれよというふうにこんでいのせい やる気なしの一般ピープルよりお金もらった金持ちの息子の方がいいんじゃないかそんな話になりますこれがコンデイそしてどんどん行くぞこのコンデイなんかを整理しながら泣くようぐいす平安京ね平安京戦闘ということになります平安京は長岡も合わせて場所をしっかり確認場所をしっかり確認もちろん今の京都府現在の京都府 国国国名昔ののでいううとととここれ山代の国ということになりますますずは平京京から長岡京ただ長岡京では洪水がたくさん起きたりしてね疫病が流行ったりあるいは藤原の種継が暗殺事件が起きたりしてその後起きた事件はもう種次のこれ殺人犯人として流された人が俺がやってないのにとして幽霊で出てきただからこれたたられてる都とかいろんなこと言われちゃって都を平安京に移します。 シンプルに平城京から長岡京長岡京から平安京というふうな形で押さえてもらいますその場所をしっかりこれが山城の国というところになりますね山城はちなみにこの昔はね背中の背と書いて山城の国だった今までは平城京の裏側背中側みたいな感じで背中の背だったのがお城の城という字にこの時に変わるんですねでちょっと戻ると これまあ平城京の裏側背中側みたいな背中の背だったのが実はこれ周りを平安京ね山で囲まれてでまるでこの山がお城みたい天然のこの守りやすい要害みたいな形で山城なんていうふうにこの時に名前が一応変わってます正式にはこの平安京銭湯からお城の城に名前が変わるとただこれさ長岡京ってちっちゃい宮とかじゃないですからでっかい 途上性のね都ですから作るのにすんごい大変大変ってもちろん誰がやんのって一般ピープルとかがやらされるわけで税金負担も半端ないでもうみんなきつくなってきちゃったんだよねそこでみんなきつくなれば逃げるからそうならんように民衆負担の軽減ということをやっていきます増用の半減薬庫の利息の軽減ちなみに復讐も兼ねながらいきましょう増用って何だっけっってなんだっけこれは国がで 国主のいもとで働かされるの60日以下となっていたのを半分だから30日に、ね、それから薬庫稲の強制貸し付け借りたくなくても借りて秋に利息をつけて返さないといけないというところだったんですけれどもこれが薬庫の利息5割から3割よいしょ5割から3割にそして最後「半田の期限倍増」なんて書いてありますね。 伝伝っっででしたっけ半って何でしたたけけこの「半伝というのはこれ実際に6年に1回区分伝を分け渡すというところそれを6年から12年に12年に1回にすると国家も楽なんだよね。をを作って区分を分伝け渡すというのを12年に1回というふうにしたもちろんこれは前の律令のところに戻りながらあんな感じだったのが こんな感じとねこれ数字自分で入れられるように前と後合わせて関武天皇の時の民衆負担の軽減政策としてまず押さえてみてくださいはいそれでは引き続き関武天皇のところやっていきましょうねで七百九十七年影牛氏ですねいわゆる領家の官律令制度ができた後に新しく作られた役職領家の官として影牛氏というのが設置されます 下という国交代の際に引き継ぎ文書がありこれを審査することで国司がちゃんと仕事をしているかを監視しようと、まあ、これでね本当にちゃんと監視ができるかというところは100%じゃないかもしれませんが「漢武天皇の時に陰慶」なんていうのが作られたまあ両下の漢「漢武天皇の時」ということで陰慶」っていうのを出せるようにしたい読み方ねしっかりチェックです。そして797年征夷大将軍坂の上の田村麻呂を恵比寿政党に派遣。 まずこれ北海道じゃないよここで言っているえみしというのは東北地方だよね。でその東北地方の人々えみし、まあ、場所としては陸奥ですけど陸奥にいるえみしと呼ばれる人たちをやっつけに行くもともと多賀城というのがこの拠点として作られていた今の何県宮城県その北にこの魚上の田村もが次々と伊沢城を築き柴城を築きこの時にねこの桓武天皇の時にやっていくわけです。 ちなみに場所も重要とといううころでいて見ちゃいましょうか。今丸つけちゃいましたけれどもこの伊沢城・志和城多賀城を拠点に、まあ、この伊沢城・志和城とでこの今の宮城県多賀城はこれ奈良時代聖武天皇の時に出てきましたがその時に鎮守府といって東北地方を支配するための拠点みたいな軍事拠点みたいな形にしていたでその後、と恵と戦ってこの伊沢城を現在の岩手県ですねに築き 多賀城が珍守府だったけど北に、まあ、最前線基地として伊沢城が作られここに珍守府を移しさらに志和城というのをその北に同じく岩手県に作りますただし志和城には珍守府という役所は移されていないから一応注意してくださいねこれがこの「桓武天皇」のところの話もう一回多賀城を拠点に「伊沢城」「志和城」読み方ね「伊沢城」「丹沢」とか言わないで「伊沢城」 そして滋賀城で次々とこれが宮城県岩手県岩手県まあ書いておきますか岩手ねよいしょね岩手ねまあこれちょっと前になってますから書いてないけど宮宮城県ですねでまあこの伊沢城滋賀城と桓武天皇の時に坂の上の田村麻呂が中心となって作ってきますちなみにさっきさここで新しく律令制といううに作られたもの これ両下の巻書いておくる両下の巻という話があったんだけどこの魚目のたまらものの正大将軍これも両下の巻ですこの後鎌倉幕府以降将軍将軍って出てくるあの正位大将軍と名前は一緒ただその鎌倉以降はね 幕府の中心みたいな意味なんだけど、この時はその東北地方蝦夷をやっつけに行くごとに、あなたが征夷大将軍ですねっていうふうに指名されるような形になってます。この征夷大将軍、魚村、田村麻呂、地図場所ね。やっぱり東北地方は事件で実際頻度高いですから、地図も一緒にどうしても割いてほしいところということになります。桓武天皇の時代でしたね。最後、桓武天皇のところで、特政総論、最近は特政論争という時もあるんですけれども、これが藤原のお継ぐ。 いう人物と菅野の真道といいうう人人物物の道が論争をどういうことかっていうとね軍事と造作と作いいう2つをやめるやめめるないで議論したって話が記録に残っっててるんです軍事っていうのは今言った MC 政罰東北地方をやっつけに行くこれねめっちゃ金かかるんだよね。もちろんその武器代もそうだし兵隊の人にギャラも払わなきゃいけないし。ということでその莫大なお金お金無駄だからやめたらもう一つ平安京造成造営これを造作と言ってますけど。 これもやめたら「あれ平安京遷都も終わったじゃん」なんて言わないで794年遷都宣言をして平安京に一応移ってきますがこれでもういきなり全部完成で土木工事をしまいじゃありません今と違って相当時間かかるしかもこれは非常に大きな都ですからちょっとずつちょっとずつまだ作り続けていくその費用も莫大だったりしたでこの MH 政党だったり平安京をこの後もずっと作り続けるお金がすごく国家の財政が圧迫してるから これらをやむれべきだ、いやいや残すべきだなんつって「関武天皇は最終的にこれをストップしましょう」なんていうふうに、まあ、その論争のことを「特性総論」この藤原継ぐ菅野の間道という2人の人物が中心となって「特性総論」「特性論争」というのが行われたこんなのちょっと知っておいてくれればいいかなと思います。はい、そしたら今度、関武天皇の時代終わって、 平勢を経て佐賀の時代ということになります佐賀天皇の時代ですこれは平勢と呼んでも平常と呼んでも好きな方で構いませんこの幹部の後平勢天皇と言いますが病気ですぐに上位してしまいます ただこの人病気すぐ治るんだよねやべえもうこれすげえ熱で死ぬかと思って天皇は弟に任したって言ってね引退するんだけどすぐ元気になっちゃったんですよあれみたいな元気になっちゃったなみたいなで元気いっぱい、ね、ピンピンしてるそこであれやっぱりこれ天皇やりてえなと弟が天皇ガンガンやってんだけどなあくそうんで天皇やめたんだろうまた自分がお兄さん平成がね平成と言ってもいいよこれ政権を回復しようとする一方で佐賀天皇弟これ兄ね これ弟ねその弟は黒どどこ所というのを設置してその長官にこれ藤原の冬継なんていう人物が就任しここで、まあ、ここ冬継なんてね権力者にも名前出てきますけれども大きな力を握っちゃいます。この黒うど所のトップ長官のことを黒うドの党黒ドど所がお役所黒ードの党がその長官これまた両家の官ですね。 新しくできた今までなかった官職で困難に就任した冬継ぐなんかが力を握るそこで今の藤原のクスコ平成上皇これですねまあここ書いちゃいましょう学校のコンビですよねこのコンビ、まあ、クスコは女性ですクスコは女性ちなみに平成の彼女だったんですけどそしてそしてこれに佐賀冬継ぐこのコンビですよねこれが 戦うと争うというふうな形になります佐賀天皇と藤原の冬継ちなみにこの藤原の冬継は覚えてるかなホッケって書いてありますこれ四季家って書いてあります藤原氏がほら藤原四氏って言って藤原の父親との子供4人いたその子孫が名前何家何家って南家とかホッケとか四季家とか京家とか,だかちょっとね同じ藤原でも家がずいぶん違うんだよねなので 口はつながってるけれどももう権力争いというふうな形になっちゃうそして書いてある通り佐賀天皇藤原の冬継が勝ちこっちが負けなんていうことでこのあとこの佐賀冬継がさらに大きな力を握っていくこれをクスコの辺とか最近はクスコより上の平勢天皇やめて上皇だから平勢上皇の辺という時もあります学校で平勢上皇の辺と言ってる場合はそっちで書くようにしてみてください はいそれでは引き続き佐賀天皇の下で冬次が力を握りますというかこの後ずっと藤原氏がここも藤原って書いてありますけど大きな力を握っていく冬次以降今度はもう藤原の誰が力を握るかという風うなね形になりますそんな中で佐賀天皇の時に警備士なんていうのが置かれますこれは簡単に言うと京都の警察ということですねまあ、いろんな警察機関あったんだけどそれらを統合して京都の警備で警備士 ケイビーだからですね覚えてくれれば、OK、ちょっと似た名前「桓武天皇」の時に「影湯し」とかあったね佐賀天皇のところに「桓美し」というこれまた両下のの、ね、こんなのを押さえてくださいそして最後になりますが「公認公認人」じゃないよ「公認子年後です」の時に客式が作られてまとめて「公認客式」と言いました。客は律令の補足って書いてあります。 簡単に言ったら、律令制度に後から付け加えられた新しい法律みたいなものですね。例えば、この規約、新しい法律というけど、大法律令七百一年、養老律令七百十八年より後に作られたものですから。例えば、三世一新の法とかね、こういうのも規約なんですよ。それから、律令の施行・催促、使うときの細かいルール。 大ざっぱなところを法律で決めるけど実際税金取る時も細かくどういうふうに取ったりそういう細かいルールを式と呼びちゃんと言うとですね公認通年号の時に客というのがまとめられて公認客それから公認という年号の時に式がまとめられて公認式合わせて公認客式なんて言います。 この公認客式の後に今佐賀天皇の時の公認客式ですけどあとで上眼客式清和天皇の時ねそれから縁起客式醍醐天皇の時なんていうのが作られてこの公認客式振り仮名必要ならば入れてね上眼客式それから縁起客式合わせて三大客式なんて言います。ここでは三大客式の最初が 嵯峨天皇の時代の公認客式。まあ、新しい法律をまとめました。嵯峨天皇の時に公認客式ということでまとめました。これでオッケー。いうことになります。はい、それでは桓武天皇嵯峨天皇の時代練習入れていくことにしましょう。まずは桓武天皇。七百八十四年に遷都。 七百九十四年に戦闘ですから、長岡京。七百八十五年、いよいよね、失礼、ナンパしようぜ、長岡京。それから泣、泣くよ、ウグイス、平安京。泣くよ、ウグイス、平安京。いいですかね。それからいきます。七百九十七年。国史を監視監督する役所、両家の官ですね。 関武天皇の時だよということで押さえてくださいこんなん書いてかこんなん書いてげこんなん書いてゆこんなん書いてし読み方かげゆしと言いますね漢字四文字でかげしそれから正位大将軍これも言ってみれば両下の官なんですけどの誰誰がえみし正統にということでこれは坂の上の 田村丸というところ聞いたことある人も多かったんじゃないでしょうか小学校中学校でもね聞いたことある初めて坂の上の田村丸よいしょ坂の上の坂上って言わないでね坂の上の田村丸そしてその後です天皇は佐賀天皇の時代になって藤原の冬継が大きな力を握る中また両下の間です新しい役職です京都の警備 とありますから京都の警備で警備医師警備医師そして最後三大客式の最初である、まあ、三大客式っていうぐらいですから客式なんですけれども公認客式年号公認という年号の時に作られたから公認 客式、これが嵯峨天皇の時、ね、えー、先ほどもお話ししました。影丑は関武天皇、慧美丑は嵯峨天皇。この区別がすごい重要ということになります。はい、今回は平安時代の一番最初、関武天皇嵯峨天皇の時代を中心にお話をしました。この後は。 藤原氏がさらに大きな力を握り天皇があんまり出てこなくなるんだよね平安時代の最初の2人の天皇というところでどっちの時に何が行われたか作られたかしっかり区別して抑えてしまってください